歌劇団大戦初戦突破おめでとう。でも気を抜いてばかりはいられないですわよ。次の2回戦の相手が決まりましたわ。ついに来たか。それで相手はどこなんですか。次の対戦はロンドン歌劇団、剣に正義を捧げた騎士たちが相手です。ロンドン歌劇団、やっぱり勝ち上がってきましたね。最強の剣士と名高いランスロットを擁する円卓の騎士か。ベルリン歌劇団と並ぶ優勝候補の一角、まともに戦って勝てる相手ではないわね。もともとアザミたちが楽に勝てる相手なんていない。アザミの言う通りだな。俺たちは誰が相手でも勝つしかないんだ。大丈夫、私たちなら絶対に勝てます。諦めたらそこまで、頑張ろうよみんな。おめえ本当にいつもいつも楽観的だな。でもよ、さくらさんがそうやって大丈夫頑張ろうって言ってくれると本当にできる気がしてくる。不思議。あなたが言うなら今度もきっと勝てる。私たちもその思いを信じるわ。みんな自分と仲間を信じ最後まで戦い抜こう。そうすれば必ず道が開けるはずだ。あなたたちならロンドン歌劇団にも勝てる。私はそう信じていますわ。それじゃ神山くん、あとはよろしくね。は高性能な量子戦闘機に攻守に優れた高名な騎士たちか。上海歌劇団とはまた違った強さだな。うん、どう戦うべきか。
あれ、アザミはどこ行ったんだ？あれさっきまでいましたよね。いたはずですよ。でもいつの間に。時々あるんだよなあいつ。いなくなる前に声かけてくれればいいのにな。まあいいか、後で探してみ。おお、みんなおめでとう。デージか、お祝いの品でも持ってきてくれたのか。なんでわかった？その通りだ。はお前が俺をお祝い。お前のなわけねえだろ、さくらちゃんのだ。え、私にプレゼントですか？ああ、喜んでくれ。君の無限がもうすぐ到着する。本当ですか？ああ、ロンドン戦までには調整も間に合わせるよ。ありがとうございます。やったじゃねえか、さくら。さらなる快進撃の始まりだぜ。はい、ロンドン戦絶対勝ちましょう。この勢いで次回公演の方もうまくやりたいですね。そうね。夜叉の襲撃で帝都の人たちは不安の中にいるはずよ。その人たちに笑顔を取り戻すのは私たち歌劇団の大切な役目だわ。アナスタシアの言う通りだぜ。今必要なのはみんなの笑顔だ。ええ、私たちの公演でデートを笑顔にしましょう。よし、燃えてきた。公演も大成功、歌劇団対戦も大優勝してやるぜ。行くぜみんな、力を合わせてやり抜くぞ。今日も本を読んでいるのかい、クラリス。はい、昔読んだ本を読み返しているんですけど、不思議なんですよ神山さん。前に読んだ時よりもずっとずっと面白いんです。隠されていた言葉の意味に気づいたり、見逃していた関係を発見したり、読み返して、ああ、こんなに深い物語だったんだってまた感動させてもらって本ってこんな風にも楽しめるものなんですね。なるほどね。もしかしたら脚本を書くようになったからかな。ええ、そうかもしれません。自分も書くようになって、書いている人の考えが分かるようになった。初めてそれに気がつきました。神山さん、私脚本を書き始めて本当に良かったです。私に機会をくれて本当にありがとうございました俺が何かをしたわけじゃないよ。クラリスが自分で決めたんだ。帝劇のために面白い脚本を書いてくれてありがとう。これからもよろしく頼むよ、クラリス先生。はい、頑張ります。でも先生はやめてくださいね。恥ずかしいです。Thank you.
ナスタシアさん、課題が終わりました。それ本当？課題を出してからまだそんなに経ってないわよ。はい、頑張りました。よかったら見てもらっていいですか？いいけど、いい加減なものだったら即失格よ。じゃあ始めてちょうだい。問題なくできていたわ。確かに実力をつけてきたようね。よかった、朝晩通してやった甲斐がありました。他に課題はありませんか？新しいのもやりたくて。呆れた子ね。やる気があるというより、やる気を生み出す天才といった方がいいわね。神山くん、初戦に勝利したと聞いたよ。おめでとう、神山くん。ありがとうございます。次の試合も勝てるよう精進します。良い心構えだ。怠けた者に待つのは敗北だけだからな。時に神山くん、君は桜の戦いぶりをどう見ているかね。そうですね、すごい強さだと思います。どんな状況でも頼りになりますね。そうか、それを聞いて安心したよ。桜は少し力みすぎるところがある。戦いでもそうなっていないか心配していたんだ。それは大丈夫です。仮にそうなったとしても俺たちがさくらを助けますから。なるほど、成長し、そして良き仲間にも恵まれた。さくらは私が思う以上に強くなったようだな。神山くんも知っての通り、さくらは子供の頃から帝国歌劇団に入り活躍することを夢見ていた。そのためにまずは一人前の剣士になるのだと誰よりも熱心に剣の稽古をしていたものだよ。あの時の努力が今のさくらを支えているのなら、師としてこれ以上嬉しいことはない。白秋さんがそう言って喜んでいたこと、さくらに伝えておきますよ。いや、それはやめてくれ、神山くん。今の話は他言無用に頼む。さくらには慢心してもらっては困るからな。まだまだ精進あるのみだ。
タイミングできよったな。新しいのが入ってるで。お、さすが神山さんや。そいつは新商品やで。ええもんやろ。それでええか。毎度あり。また来てや。アツホ、どうしたんだい？ああ、実家から帰ってこいって連絡が来たんだ。アツホの実家って神社だったよな。大丈夫か？何かあったのか？帰ってきて神社の仕事を手伝いだったよ。どうせそのまま私に神社を継がせる気なんだ。私はまだまだ花組をやめる気はねえっつうのにさ。けど私は神社の仕事も嫌いってわけじゃねえ。巫女やんのも境内を掃除すんのもさ、不思議なんだけどよ、神事やってると心がすっと晴れやかになるんだ。アツホならもし神社を継いでも立派にやっていけそうだな。おっとりめえよ。でもやっぱりそれはずっと先の話だな。私は花組が大好きなんだ。みんなと一緒にどんどん成長していける感じでさ。それにさくらも最近張り切ってるみてえだから、暴走しねえように見ててやんねえとだしな。よろしく頼むよ。
あ、そこのお前。ついさっき元禄忠臣蔵という演目を見たの。キャプテンも知っているわよね。元禄忠臣蔵？いや、聞いたことがないな。嘘。かなり有名な演目よ。殿様の仇討ちをする部下の話なの。それに加わった人の数なんと470人。町ぐるみで仇討ちするという前代未聞の内容なの。すごいな。でもそんなに多いと誰が誰だか分からなくなるだろう。そんなことないわ。どの役もすごく魅力的なの。特に殿様の一番の忠臣がすごくかっこよくて。今回を遂げるため自分はこれより鬼となる。鬼の悪行、
涅槃で殿にお詫び立て祭る。そう言って仇を討つ場面はもう最高。叶うならいつかあの役を演じてみたいわ。君がそこまで言うのか。だったら、兵撃でもやってみよう。もちろん君主演でね。嬉しいけど今はお断りするわ。まだ演じきれる自信がないの。この演目をもっとよく見て、そして歌舞伎の真髄を学んだら、その時こそ。何にしても先は長いわ。キャプテン、気長に待っていてちょうだい。元禄忠臣蔵は本当に面白くて、何より参考になる演目だったわ。物語、登場人物の見せ方、何より470人の家臣という大風呂敷、何から何までためになる内容だったわ。なら俺も見た方がいいな。時間を作って見に行ってみるよ。その時は一声かけて。時間が合えば一緒に行きましょう。さあ、そろそろ次の演目が始まる時間だわ。今度は何を見せてくれるのかしら。ワクワクするわ。Thank you.
しに解決してよかったね。ええ、これもユイさんとシャオロンのおかげです。そういう神山もなかなか頑張ったと思うよ。ありがとうございます。なあ神山。ん？過激団っていいもんだよな。ああ上海過激団はなくなっちまうけど、俺の心は、魂はなくならねえ。この心がある限り、俺は平和を守り続ける。過激団ってのは、そういうことなんだ。シャオロン。大したやつだな、本当に。当たり前だろ。俺を誰だと思ってるんだ。俺こそ、上海過激団隊長、ヤン・シャオロンだ。よう、隊長さん。どうしたんだよ、初歩。何かあったのか？あ、いや、なんでもねえよ。その、呼び出して悪かったな。おい隊長さん、あんま人のものをジロジロ見ないでくれ。なあ、初歩、何かあったのか？別に、何もねえよ。悩みがあるなら、俺に言ってくれていいんだぞ。何も、なんて言えばいいか、わかんねえよ。もしかして初歩、例の、実家に帰るって話が本当になったんじゃないだろうな。もしそうだったらどうするってんだよ。絶対に返さない。初歩は花組に必要な存在だ。そうかい、ありがとうよ。素直に嬉しいぜ。でも安心しな、実家に帰るなんて話はねえからさ。よかった、安心したよ。どうもよくわからないな、アツホ。一体どうしたんだ？何を悩んでる？なんかさ、
参っちまったんだよ。私は何もできないなってさ。私たちは上海歌劇団に勝った。ほんとすげえことだと思う。でもさ、私なんかいなくても花組は輝けるんじゃないのかな。私には何にもない、何にもないんだ。見るなよ。桜みてえな綺麗な手じゃないんだ。その大道具をいじったりしてると時々引っ掛けたりして、どうしてもさ。細かい傷は確かにある。だが美しい傷じゃないか。舞台のために力仕事も厭わない。そんな初歩みんな頼りにしてるんだよ。かんざしが気になるのか。ちょっと変わってるからな。これはうちで売ってる宝具のかんざしでさ、立派な御利益があるんだぜ。へえ、どんな。髪をまとめるように人と人の縁をまとめてつないでくれるのさ。もしかしたら俺と初穂の縁もそのかんざしが結んでくれたのかもしれないな。まあそれはそうかもしれねえな。これか。うちの神社じゃ綱たすきって言うんだけど、変かな。いやそんなことないよ。初穂の切符の良さをよく表していると思う。切符がいいか。切符がいいって言われてもな、そんなの何の役にも立ちゃしないぜ。初穂のその人柄が周りを明るくしてくれるんだよ。十分みんなの役に立ててるじゃないか。そうかな。そんなに塞ぎ込んでいつもの表情豊かで楽しい初穂はどこに行ったんだよ。私だっていつも楽しいばかりじゃねえよ。表情豊かといえば、夏穂は話す言葉もいろいろと表現豊かだよな。口が悪いのは生まれつきさ。悪いけど諦めてくれ。見るなって。恥ずかしいことばかり言いやがって。確かにその通りだが、拳さえも初穂の心を表してるんだと感心してね。バカかよお前は。口が悪いといえば悪いけど、不思議と嫌な気持ちにならないんだ敦子の場合。そうか。それならいいけどさ。それも敦子が正直だからだよ。みんな分かってる。うん。自分には何もないって言うけど、初穂には
他のみんなにはない力があるよ。他のみんなにはない力？んなもんあるわけねえだろ。元気づけようとしてくれるのは嬉しいけどよ、そんな適当なこと言われたって。適当なんかじゃない、ミカハゾウ。君が持っている力、それは みんなを笑顔にする力だ。ハツホだけの素晴らしい力だよ。そんなの戦いに必要ない力だろ。ああ、そうかもしれない。だけど笑顔なくして人は生きられないんだ。みんなハツホに元気をもらってる。ハツホは花組の太陽なんだ。ありがとよ、隊長さん。あんたの言葉で何か救われた気がする。あのさ、もっと近くに行ってもいいかな。ああ、もちろんだ。何も遠慮することなんてない。うん、うん。隊長さん、教えてくれ。あんたの目には私はどう見える？やっぱりまだ自分に自信が持てないかい？そんなことないぜ。あんたに私の力を教えてもらったからな。ただ今は近くであんたを感じていたいんだ。それだけだよ。ね、熱はねえよ。でもほっぺたがさ、暑くて変なんだ。なあ隊長さん、あんたの手で触れてくれないか？ああ、ひんやりして気持ちいいぜ。それになんだか嬉しいな。こうして間近で改めて見るとさ、ハツコって意外に美人なんじゃないか？意外ってなんだよ。これでも小さい頃から東雲神社の女神様って言われてたんだぜ。綺麗な髪だ、ハツコの髪。俺は好きだよ。あ、うん、ありがとうな。またハツコの笑い声が聞きたいな。いつもの私に戻ったらな。けど今はもうちょっとだけいいだろう。なあハツコ、ちょっとだけ髪を撫でてもいいか？ああ、いいぜ。私も撫でてほしい。なんか嬉しいな。
安心するのにドキドキするぜ。なんだか胸のあたりが温かいや。こんな気持ちになったの初めてだけど、隊長さんよ、あんたはすげえやつだ。あんたの言葉は私に力をくれる。私が何なのか答えてくれる。だから教えてくれ、私は何なんだ。アツホ、俺には君が。戦士に見える。そう、量子戦闘機を狩る勇猛果敢な戦士に。まあそりゃそうかもしんねえけどよ、なんだか私が鬼か何かみてえじゃねえか。まあ結局そういうのは自分で答えを出すしかねえってことかもしれねえな。ありがとよ隊長さん、なんか吹っ切れた気分だぜ。さて、魔法の時間はそろそろ終わりだ。今からはいつも通りのハツホちゃんだぜ。確かにいつも通りのハツホだ。なんか安心したよ。ま、ちょっとばかし心配かけちまったかな。けど、もう大丈夫だぜ。そうか。それじゃ、俺はそろそろ行くよ。な、じゃあな、隊長さん。おはようございます、神山さん。おはよう、クラリス。おはようございます、神山さん。よう、おはよう隊長さん。今日も頑張ろうぜ。ああ、おはよう、さくら、あつこ。それじゃ神山くん、今日もよろしくね。はっ。おはよう、キャプテン。おはよう、アナスタシア。
そういえばアザミを見ていないな。はい。あ、少しよろしいですか？調子はどうや？これを買うてくれるんか？毎度あり。また来てや。
クラリス、ちょっといいかな。さっきノートを拾ったんだけど、クラリスのものみたいだったから届けに来たんだ。見ましたか？ん？何をたい？とぼけないでください。ノートの中身です。見たんですか？ああ。俺が打天使、闇夜の住人なのだ。徳へと導く彼岸の道しるべなのだ。ちょっと待ってください。神山さん、いきなり何を？このノートの内容が気に入ったんだよ。だから自分でも考えられないかなと思ってね。お願いですから、もうノートのことは忘れてください。あのノートは思いついたことをただ書き綴っただけなんです。脚本の卵というか、まだ意味は全くないので、誰かに見せるようなものじゃないんです。脚本の卵か、なんだか貴重なものを見た気がするよ。もう言わないでください。お願いですから忘れてください。じゃないと。悪かったよ、忘れた。もう全然覚えてない。もう二度と言わないから許してくれよ。夏を紡ぐ者たちよ、私の歌を聴いて、夏を彩る妖精のこの歌を。さくら、今演じた通りにやってみて。わかりました。でも、もっと演技に感情を込めた方が良くないですか？それじゃあ感情を込めすぎなの。こう言ったらわかるかしら。あなたが剣を振るう時のことを思い出して。常に力むのではなく、切る瞬間に力を爆発させるでしょ。演技もそれと同じ。ただ漫然と感情を込めてもダメ。ここぞという一番の見せ場で感情を爆発させるのだ。光よ、夏を彩る者たちよ、私の歌を聴いて、夏を彩る妖精のこの歌を。あのダメでしたか？いえ悪くはないわね。いいんじゃないかしら。及第点よ。本当ですか？
がとうございます。アナスタシアさんのご指導のおかげです。私の指導？違うわ、あなたの実力よ。たった一度の指導でここまで変わるなんて。あの、アナスタシアさん？今のは演技の初歩の初歩できて当然。これぐらいで安心されたら困るわよ。分かっています。ご指導ありがとうございました。練習の成果を聞くつもりだったけど、あの様子だと聞くまでもなさそうだ。アナスタシアの指導のおかげでさくらの実力が開花し始めたのかもしれないな。話し声が聞こえる。やっとだな。私もアナスタシアさんみたいな大女優になって演劇を盛り上げるぞ。アナスタシアさんみたいに。みたいに。私みたいな小さな体で。誰かに揉んでもらえば大きくなるとか聞いたことあるけど、試してみようかな。なんだって、何を揉むって言うんだ。さくらの信頼を裏切るような真似はダメだ。治り惜しいがこの場を離れよう。
あなたはプレジデント G と一緒にいた。ミスター I と呼びたまえ。帝国歌劇団花組隊長神山清十郎。はあ。そのミスター I さんが何の用ですか。プレジデント G の使いで来たのだよ。ある人物の身柄を拘束する任務を受けてね。身柄を拘束って一体誰を。望月あざみだ。あざみを。なぜ。どうしてなんですか。これを見ろ。これはあざみ。この仮面の男は誰だ。わからないのか。いや、分かっていてとぼけているのかな。どういうことですか。歌劇団大戦の開幕式を襲った甲賀夜叉は特徴的な仮面を身につけていた。時を同じくして発見されたこの奇妙な仮面の男、無関係だと思うかい。それはつまりその不審な男と密会を続ける望月あざみは甲賀のスパイと考えられるのだよ。そんなことは絶対にありません。アザミは俺たちの仲間です。すぐにでも拘束したいところだが、まあいい、まだ調査の途中だ。それでは私はミズ S のところへ行くよ。また会おう。アザミがコーマと会ってる。そんなバカな。一体どこへ行ってたんだ。探したよ。里の掟12条、任務を悟られてはならない。だから言えない。掟なのはわかるけど、どこで何をしてたか教えてくれないかな。掟は大事。忍者は掟を守らないといけない。そこまで言うのなら分かった。もう聞かないよ。里の掟67条、諦めが肝心。それがいい。そんな掟まであるのか。だけどアザミ、一つだけ隊長からお願いだ。何。言える範囲だけでいい。何か不安があるときはあらかじめ教えてほしい。そうじゃないと君を守れなくなる。分かった。言えることは報告する。ありがとう。ああ、支配人室に用があるなら今はやめておいた方がいい。これは隊長命令だ。命令。分かった。後にする。いい子だ。神山清十郎、参りました。入りたまえ。
やっと来たか。遅いぞ、神山聖人。ちょうど今、ミズ S にスパイのことを伝えたところだ。アザミはスパイではありません。それを証明できるのか。できるのなら証拠を出してみろ。それはそれではミズ S、 私は失礼する。私の言葉をプレジデント G の言葉だと思ってしっかり遂行してくれたまえよ。困ったことになったわね。支配人、アザミはスパイではありません。どうしてそう思うのかしら。俺の勘です。アザミはそういうことをする子じゃありません。それには私も同感よ。でもそれで納得してもらえると思う？証拠はこれから探します。アザミがスパイでないと必ず証明してみせます。頼んだわよ。はっ。アザミはやっぱりいないか。一体どこに行ったんだろう。キャプテン。ああ、アナスタシアか。珍しく浮かない顔をしているわね。どうかしたの？いや、ちょっとアザミを探してるんだけど、どこに行ったか知らないかな。アザミならさっき外へ出て行ったわよ。外へ？まさか。アザミがどうかしたの？いや、なんでもないんだ。ありがとう。そう。それじゃあ私は行くわね。スパイ疑惑を信じるわけじゃないが、仮面の男が何者なのか確かに気になる。よし、まずはアザミを探して話を聞いてみるか。
準備はいいか隊長。コーマを倒してコマッちゃんの商品を確保するぜ。了解。って、コマチさんの商品そんなに重要なものなのか。うるせえよ。とにかくとっととやるぜ。よし、行くぞ。せえさほらとはっせえはっまだ敵が嫌がんのか。早いとこ倒さねえとな。次から次へ。やっと抜け。ほらこれでも食らえ。やっほらちょっと抜け。はっさして困ってたんだ。いや助かったぜ。もしかして今の初歩って、いや考えるのはやめておこう。初歩ちゃん大勝利。で禁じられてるとか言ってなかったか？ん？
失わないようにしないとな。食事に来たんじゃないんだ。というより営業してるんだな。バカ野郎、解散だからって閉店したりしねえよ。俺たちは俺たちのできることをする。ここはそのための活動拠点だ。とりあえずはみんなの胃袋を幸せにしてみせるぜ。そうか。あ、それはそうと、アザミを見なかったか。アザミ見てないよ。なんで？いや、見てないならいいんだ。じゃあ、急いでるから行くよ。今度はちゃんと飯を食べに来いよ。うまいもん食わせてやるからな。ああ、わかった。それじゃあ、また。新竜拳にアザミの姿はなし。上海歌劇団とのつながりも認められずと。ま、当然だよな。ん？アザミ、あんなところに。おいおい、本当かよ。追跡しよったって、あれはさすがに無理だな。参ったな。これじゃアザミがどこへ行ったかわからないぞ。いや、待て、もしかしてこの写真がヒントになるかも。よし、この場所に行ってみよう。え？街頭ラジオから歓声が。ベルリン歌劇団完全勝利。モスクワ歌劇団の固い守りを見事粉砕しました。ベルリン歌劇団、やはり決勝まで勝ち上がったか。ロンドンを倒しても次はベルリン。何か対策も考えないといけないな。でもまずはアザミを探す方が先だ。早く見つけないと。アザミの写真に写っていた場所はこの観覧車の近くで間違いないはずだが。ん？あれは？危ない！隊長？里の起きて41条。驚いても大声を出さない。あなたは誰だ？アザミに何をする気だ？わしは望月流忍術棟梁、望月やったんさいじゃ。と、棟梁？望月だって？じゃあ、もしかしてアザミ？
わしは名乗ったぞ。お主こそ何者じゃ。失礼しました。私は神山清十郎と申します。おお、あんたが歌劇団の隊長さんか。アザミから全て報告を受けておるよ。アザミよ、今日は帰ってもよいぞ。わしはちと隊長さんと話がある。でも。心配するでない、大丈夫じゃ。取って食ったりはせん。それじゃあ隊長、棟梁をよろしくお願いします。いい子じゃろ、アザミは。ええ、とても。うん。さて、神山君と言ったかな。何かわしに聞きたいことがあるようじゃが。そのあなたとアザミはどんな関係なんですか。わしか。わしはアザミの育ての親じゃよ。それにしてはすごい身のこなしでした。そのお面もかなり変です。ただの育ての親とは正直思えません。ほっほっほっほ。それはほれ、これを見ればわかる。これは望月あざみ修行日誌。忍法八層飛び。毎日成長する草を飛び越える。だんだん飛ぶのが難しくなった。でも毎日頑張ったら屋根の上まで飛べるようになった。大成功。忍法多重手裏剣。手裏剣術は得意。百刀百中ですごく楽しい。ご褒美に棟梁から栗まんじゅうをもらった。棟梁は優しい。大好き。これは。忍者の修行ですか。ずいぶん昔のものに見えますが。子供の頃からずっと毎日修行日誌をつけておるんじゃよ。なるほど。ということはあなたも忍者というわけですか。うん、どうやらわしの正体を明かす時が来たようじゃな。忍者望月やったん祭とは仮の姿、その真の正体とはこれじゃ。真の正体は。なんじゃ、ノリが悪いの。少しふざけただけではないか。わしはな、忍者でも何でもない、望月村で農家を営むただのじじいよ。そうなんですか。アザミがこの大都会帝都でちゃんとやっていけるか心配でのう。修行日誌の確認という名目で時々会いに来てアザミの様子を見ておったのじゃ。それじゃあもしかしてアザミも。その通り。アザミも忍者などではない、普通の女の子じゃ。よくわかりません。どうして忍者なんてことになってるんですか。そうじゃな、すべてを話すしかなさそうじゃの。アザミは、あいつは親に捨てられた子なのじゃ。捨てられた。村の外れに捨てられていたところをわしが見つけ育ててきたのじゃ。そうだったんですか。じゃがアザミには本当のことを言えんでな。お前の両親は忍者の里の掟で長い任務に出かけておると。任務が終われば帰ってくるから、それまでに
お前も立派な忍者になるんじゃよと嘘を言ってしまったんじゃ。それでアザミは忍者の修行を。ああ、そうでも言わねば生きることを諦めそうじゃったからの。強い目的を持たせるしか、そうするしかなかったんじゃ。おじいちゃん、お母さんはまだ帰ってこないの？ああ、まだ任務中とのことだ。我慢して修行しなさいと言っておったそうじゃよ。うん、わかった。アザミ、頑張る。頑張ってすごい忍者になる。そうすればきっとお母さんもお父さんもアザミを褒めてくれるよね。いない間よく頑張ったってギュッてしてくれるよね。おう、そうじゃ、その通りじゃ。その日を目指して修行あるのみじゃぞ、アザミ。うん、棟梁、よろしくお願いします。なるほど、アザミにそんな過去が。わしは嘘つきや。責めてくれても構わんよ。その嘘のおかげでアザミはいい子に成長した。あなたは立派だと思います。そう言ってもらえるといくらか心も楽になるの。わしの心も癒してゆくか。さすがは帝国歌劇団の隊長さんじゃ。いえ、それほどのことでは。しかしやはりわしは間違っておったかもしれん。どうしてですか？大正の世の中が蒸気革命で急速な発達を見せる中で、忍者というのはちょっと時代遅れだったかもしれんと思ってな。それはそうかもしれませんね。今からでも普通の道に戻してやるべきかもしれん。近頃はそんなことばかり考えるんじゃ。なあ神山君、アザミを普通の女の子に戻してやってくれんかね。しかしアザミは忍者であることに誇るよ。まあ考えておいてくれるかの。おい先短いジジイからの切なる願いじゃ。神山さん、これからもアザミをよろしく頼みますぞ。はい、わかりました。隊長、棟梁は何か言ってた？何かって？アザミのお小言、いっぱい掟を破ってるから。いや、言ってないよ。うまくやってるか心配してただけだ。それは大丈夫、ちゃんとやってる。アザミには棟梁に教えてもらった忍術があるんだから。ああ、アザミはすごいと思うよ。うん、アザミはまだまだ。棟梁はね、もっともっと本当にずっとすごい。大釜や大蛇を呼んだり、一瞬で姿を消したり。そうなんだ、大釜に大蛇ね。あ、信じてないでしょう。いや、信じてるよ。本当に？ああ、本当さ。嘘、信じてない。アザミにはわかるよ。棟梁の話をするとみんな今の隊長みたいな目をするんだ。忍者なんているわけないって。何バカなことを言ってるんだって。アザミ、でも忍者は絶対にいるんだ。
何よりアザミが忍者なんだから。アザミ待ってくれ。どうした？隊長、アザミは用事がある。ちょっと買い物をしていきたい。突然だな。でも分かったよ、行ってくるといい。うん、それじゃあ気をつけて。ああ。で、気をつけて。何ですか、コウマのスパイって。花組にスパイなんていません。ふん、怪しいものだ。いずれ全員の尻尾をつかんでやる。首を洗って待っていろ。だからもう話を聞いてください。ミスターアイ、神山さん助けてください。この人が。分かってる、大丈夫だから任せてくれ。ミスターアイ、これはどういうことですか？どうもこうもない。君を逮捕しに来たんだ、神山聖獣。俺を？隊長も？見たまえ。これは？これが証拠だ。君はこの仮面の男と密かに接触していた。コウマの仲間だと疑われる男とだ。違う、その人はコウマとは関係ない。帝国歌劇団の隊長がコウマのスパイだったとはな。じっくりと尋問して全て吐かせてやる。待ちなさい、隊長を連れてくなんて絶対ダメです。ふん、逆らうというのか。ならばこいつがどうなってもいいのだ。アザミ！隊長、ごめんなさい。この科学万能の時代に忍者などと抜かす愚か者め、時代遅れだけあってスパイとしても三流以下だな。時代遅れじゃない。忍者かぶれの素人風情がまんまとコウマにたぶらかされおって、人を世界を裏切った報いはしっかり受けてもらう。うるさい、アザミを離しなさい。動けばこの二人の命はないぞ。そしてお前も逮捕する。分かった、ついていこう。サクラには手を出すな。神山さん。大丈夫だサクラ、ここは俺に任せてくれ。連れて行け。私のせいで隊長まで捕まってしまった。気にすることはないよ、これも計算のうちさ。計算？ああ、ほら来た。よし、仮面のコウマを捕まえに行くぞ。後ろの奴らを餌におびき出してやる。な、こうして捕まっていれば連中がヤッタンサイさんのところまで連れて行ってくれる。ヤッタンサイさんを面倒に巻き込んじゃったからな、助けてあげないと。そうだろ？
魔臭警報コーマだわ。そんな、こんな時に。隊長はすごいね。アザミの失敗まで次の作戦にしてる。それなのにアザミはやっぱり忍者失格。どうしたんだ、いきなり。隊長と銀座を歩いている時、怪しい奴に見張られてることに気づいた。ミスターアイの手下か。それで気をつけてって言ってたんだな。うん。でも捕まえようと思ったのに逆に捕まっちゃった。やっぱりアザミは本物の忍者になれないのかも。頭領みたいな忍術だって使えないし、落ちこぼれの偽物なんだ。偽物でもいいんじゃないか。たとえ本物の忍者でなくたって、アザミは立派に務めを果たしてる。偽物か本物かなんて気にしなくていいと思うよ。ありがとう。隊長は優しいね。だけどアザミは偽物になんかなりたくない。棟梁みたいな本物の忍者になりたい。やったんさいさんも忍者じゃないんだけど、ちょっと言い出せないな。という状況よ。神山隊長が大変なのに、こんな時にコーマが現れるなんて。まったく間が悪すぎだぜ。他の過激団は出撃しないのかしら。現地政府の協力要請がない限り出撃できません。ウルフの決定でそうなりました。ルール変更は過激団対戦だけにしてほしいですね。幸いコーマの数はそう多くないわ。神山くんがいなくてもなんとかなるはず。帝国歌劇団花組出撃よ。了解。随分難しいな。アザミはずっと思ってた。隊長はどうして隊長なんだろうって。隊長はボロボロだった帝劇を立て直した。上海歌劇団にも勝った。どうしてそんなことができるの。どうしてそんなに自信を持っていられるの。自信を持つのに理由はいらない。そういうもんだよ。そんなものかな。やっぱりアザミにはわからない。でもだから隊長は隊長なんだ。少しだけ
分かった気がするかも。どういうと？アザミにとって隊長は本物の隊長。とってもすごい。なんだかくすぐったいな。みんなもきっと同じ。みんな隊長のことを隊長だって認めてる。そうか、ありがたいな。どうして本物の隊長になれたの？アザミはそれが知りたい。それは。花組のみんなのおかげだよ。どうしてかはわからないけど、みんなはこんな俺を心から信じてくれる。その思いに応えようと頑張ることで本物の隊長に近づけている気がするんだ。感動。なんだかちょっと照れるな。見つけたか。よし、確保に行くぞ。はい。やったんサイさんが見つかったのか。お前たちはここでおとなしく待っていろ。すぐに仲間のコウマを捕まえてきてやる。それから楽しい尋問の時間だ。覚悟しておけ。車内を調べてみよう。きっと何か手があるはずだ。ようやく自由になれたよ。ありがとう。問題ない。あとはこの扉を開ければいい？できるのか？当然。おう！あ！あ、
開いてる。すごいな、アザミは。一体どうやったんだ。天井の換気口から出た。あとは外から扉を開けるだけ。あんな小さな換気口から、まるで本物の忍術みたいだ。忍術じゃない、このぐらい簡単。そっか、何にせよ助かった。さすがアザミだよ。よし、それじゃあ早く行こう。ヤッタンサイさんを助けてあげないとな。待って。どうした？最後に一つだけ聞きたい。隊長、アザミは本物になれると思う？アザミは忍者、本当に忍者だけど、誰もアザミが忍者だなんて信じてない。本物の忍者がいるなんて信じてる人なんていない。誰から見てもアザミは偽物。どうしたらアザミは棟梁みたいな本物になれると思う？本物の忍者か。本当はヤッタンサイさんも忍者じゃないんだよな。もう本物だろ。少なくとも俺にとっては本物だよ、アザミは。本当に隊長はアザミが忍者だって信じてくれる？もちろん。隊長たちでアザミをずっと見てきたんだ。俺は周りがどう思っていようとアザミが忍者だって信じているよ。そっか、ありがとう。隊長が信じてくれるだけでもアザミは。銃声。棟梁、行くぞ。アザミ、に田舎じじいに何か用ですかな？とぼけるな、汚らわしい甲馬の仲間め。ヤッタンサイさん。大丈夫、棟梁なら大丈夫。はて、何かの間違いでございましょう。わしが甲馬の仲間だなどと。問答無用、あのジジイを拘束しろ。プレジデント G の元へ連れて行く。おやおや、これは剣の女。新開発の高速弾を食らわせてやれ。撃て。いかん、アザミはここから動くな。ヤッタンサイさんは俺が助ける。やらせん。神山君。神山清十郎、どうやって逃げ出した？こっちには忍者がいるんだよ。抜け出すぐらい朝飯前だ。忍者だと？バカにするな。そっか、わかったぞ。甲馬の力だろ。神山清十郎、貴様甲馬なんだろ。こそ駒だ。なんだと？何を根拠に？うるさい、駒という奴が駒だ。そう決まっている。無茶な。
この卑劣なコウマめ、ウルフの力を見せてくれる。数が多すぎる。貴様がここにいるなら、あの偽忍者もその辺にいるはずだな。出てこい、大間の手先。さもなくば神山もこのジジイの命もない。出てくるな、アザミ。この数の相手は無理じゃ。口を開くな、ジジイ。わしらに構わず逃げろ。里の掟108条を忘れるな。うるさいぞ。里の掟108条、何があっても生き延びよ。たとえ仲間を見捨てても。ふん、もういい。お前たちと遊んでいるのも飽きた。何を企んでいるか知らんが、ここでお前たちは終わりだ。処刑してくれる。あの偽忍者をかばったばかり。バカな男だな、お前。アザミは偽物じゃない、本物の忍者だ。本物だと、何をバカなことを。おお、まだあんな嘘つきの言葉を信じているのか。おめでたいやつだな。ミスターアイ、貴様がアザミの何を知っている。アザミはけなげだ。アザミは一途だ。忍者になりたい、本物になりたい。夢を、憧れを諦めることなく、ひたむきに前に進んでいる。誰に認められなくても自分の夢を追い続けている。それを偽物だなんて絶対に言わせない。お前のような奴がハサミを笑っていいはずがないんだ。隊長。お、小宮山、君という男は。すみません、ヤッタンサイさんのお願いは守れません。いや、まあ。変な口を叩きおって。えい、お前たちを始末した後で、あの偽物も始末してくれるわ。全員構えろ。見捨てて逃げるなんて、そんなの絶対に嫌。そんな掟なんて絶対に守らない。撃て、あの小娘を撃て。そんな掟は守れぬか。アザミよ、よくぞ言うた。さて、やるぞ、アザミ。うん。やるって、一体何を。キン、キョウ、ソウ、シャ、カイ、ジン、レツ、ザイ、ゼン、モチヅキ流忍術、口寄せの術。は？口寄せの術？な、な、カエル、巨大なガマガエル。大丈夫、棟梁の忍術。ちょっと待ってくれ。本当に本物の忍者なのか。コウマメ、正体を現したな。こっちも撃て、対コウマ団だ。撃て撃て。おお、それ
前さんたち、まだやるかの？に、逃げろ！待て！逃げるな！逃げるな！棟梁すごい！やった！正真正銘、忍者だったんだ。すごい。あっという間に蹴散らしてしまった。棟梁、ごめんなさい。アザミは掟を守れなかった。掟を破った報いは受けてもらう。覚悟はできておるか？そんな、アザミは俺たちを助けてくれたじゃないですか。掟破りは重罪。どんな罰でも受ける。破門されても仕方ない。でも後悔してない。二人を見捨てなくてよかった。アザミ。ならばアザミよ、望月流忍術棟梁として申し渡す。免許皆伝じゃ。我々は闇に生きる忍者だが、心まで闇に染まってはいかん。大事な人を、自分の大切なものを守るために、掟を破ったお前をわしは誇りに思う。これからも掟ではなく己の心に従え。わかったな、アザミ。はい。免許借りれるか。よかったな、アザミ。うん、清十郎のおかげだけど、本当にびっくり。清十郎？うん、清十郎。そう呼んじゃダメ？もちろん構わないよ。俺もアザミって呼んでるんだし。まあ、おあいこってやつだな。ふっほっほっほっ、アザミにも心を許せる人ができたか。よきかな、よきかな。いや、改めてそう言われるとなんだか。小芸丸、どうしてここに？神山君、緊急事態よ。急いで雨宮さんたちの救援に向かってちょうだい。救援？さくらたちに何かあったのか？清十郎、急ごう。行きなさい。後始末はわしが引き受ける。やったんさいさん、すみません。よろしくお願いします。棟梁、ありがとう。行ってきます。ね、アザミ、しっかりやるんじゃぞ。闇夜の一戦、忍びの一撃。正義の刃で悪を打つ。帝国歌劇団参上。上野公園か。こんな有様か。さくらたちは無事なのか。雨宮さんの人は連絡が取れなくなっています。
カオルさん？くそ、なんだこの雑音は。通信状態が悪い。コーマの妨害工作かも。まずはサクラたちと合流したい。無事かどうか心配。そうだな。よし、十分に警戒しながら進もう。私の出番。空間。ああ、おそらくあいつだ。魔幻空間を作ったのは。なんだ、もう来たのかよ。やはり貴様か。姿。さて、これからたっぷりとてめえの仲間をいたぶるお楽しみタイムだ。てめえらが俺のところまで来るのか、こいつらが死ぬの、どっちが早いかな。貴様、はい、落ち着いて。大丈夫、サクラたちはまだ生きてる。急ごう、一刻も早く合流するんだ。あれは大蛇。新手のコーマか。待って、聖十郎。望月流忍法、破幻の術。聖十郎、この大蛇は剣術。アザミたちの攻撃は通用しない。なるほど、相手にするだけ時間の無駄か。先を急ごう。はい。アザミ、大蛇の動きに気をつけて進むぞ。壊れちゃう。
って敵を殲滅、先に進むぞ。ふっと、あ、あーで、ふん、そって、あっ、よっ、よっ、はあ、この裂け目を抜けるぞ。名乗る名などない。確か神だったかな。望月流忍法奥義。うるさい、口を閉じろ。こうまめ威勢がいいぞって。だがそれもいつまで持つかな。もっと踊れ踊れ、命がけのダンスよ。やクラリス、サクラ、繋がらないのか。みんな頼むから無事でいてくれ。チッ、切り抜けやがったか。ムカつく連中だぜ。みんなが助けを待っているんだ。俺たちは立ち止まるわけにはいかない。行くぞ。ほっ、せっ、やば、せっ、やっ、任せ。大丈夫、無理するな。参る、甘い、行くぞ。参る、行くぞ。どうしたんだ。とにかく全力で走って。やっ、うん、せいくぞ。入る、ふっ、せい、行くぞ。
この…なんだ。とにかく全力で走って。行くぞ。大丈夫。前見て走って。なんとか振り切ったな。ありがとう、アザミ。助かったよ。気配を探るのは忍者のお箱。これぞ望月流忍法、霊感の術。清十郎、この上にさくらたちの気配がある。本当か。よし、急いで壁を登るぞ。はい。あ、そこだ。やあ、遅い。オーバラ、命散る間際に駆けつけた仲間、感動だね。ヘドが出るほどに。やけどよ、大丈夫なのか。揃いも揃ってボロボロだぜ。そんなんで本当に俺様とやるつもりかよ。おいおい、何言ってんだよ。これからが見せ場じゃねえか。体はボロボロでも心は折れていない。まだこの胸に戦う力は残っているわ。人の心の力はあなたが思っている以上に強いんです。信じられる仲間がいる。だから花組は無敵。オーバロ、お前に俺たちの本当の力を見せてやる。うぜんだよてめえら。その本当の力とやらを叩き合ってやる。来いよ帝国歌劇団、こいつらを倒して追ってこい。ご指名いただき光栄。くそっ。はい。合流できました。全員無事です。このままオボロを追います。了解しました。お気をつけて。みんな無事でよかった。ったく遅いぜ隊長。本当に待ちくたびれたわ、キャプテン。信じてました。来てくれるって信じてました。みんな揃えばもう怖いものなんてありません。今度こそオボラを倒しましょう、神山さん。ああ、花組の力を見せてやる。オボラを追うぞ。気をつけてください。攻撃、まさか。多分現実、おそらくあの大蛇よりも強力だと思う。なるほど、十分に気をつけよう。遅い。行くぞ。
手はこれがオボロの剣術なのか。その通りだ。これでてめえらを殺してやる。あの攻撃をどうにかしねえと。隊長、できるわけねえよバーカ。俺様の剣術は完璧だぜ。聖十郎、ここはアザミに任せて。剣術が消えた。こいつはすげえ。アザミ、頼りになるぜ。これが本物の忍者の力。任せて、ニンニン。その本気出してやるぜ。わかった、わかったよ。お前の忍術は大したもんだ。どうだ、俺と組まないか。絶対に楽しくさせてやるからよ。アザミはお前のような悪に従わない。観念しろオボロ。てめえには聞いてねえよ。アザミちゃんに聞いてんの。見てたよ、こいつはダメな隊長だな。こいつがここまで来られたのはさ、全部アザミちゃんのおかげ。こいつは何もできない。一緒にいてもいいことないと思うよ。ねえ、俺と楽しもうよ。こんなやつ無視してさ。偽物の笑顔、黙れ。何？隊長は確かに忍術とか使えないし、秀でた特技もない。頭も良くない。アザミ。でも本当のアザミを見ていてくれる。アザミの本当の気持ちを分かってくれる。お前のような奴が聖十郎を笑うな。聖十郎はアザミにとって本物の隊長なんだ。アザミ、ありがとう。俺もアザミを信じているよ。聖十郎、お互い本物になれるよう一緒に頑張ろう。聖十郎はアザミを信じてくれた。アザミの道は正しいって言ってくれた。だから今のアザミに怖いものなんてない。聖十郎と一緒ならアザミはどこにだって行ける。アザミの掟一条、アザミは聖十郎のためにある。貴様、貴様、俺の誘いを断る？後悔するぞ。いいぜ。じゃあ俺が殺してやる。あいつらを殺して待ってるからな。てめえらまとめて皆殺しだ。行くぞみんな。目標、おぼろきの撃破。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。闇を切り裂く
詰められているんだと。しかし、どうけ、やだ、死にたくねえ。なんで俺がこんな目に遭うんだよ。いやだ。お疲れ様。その顔じゃとなんとかなったようじゃな。棟梁。うん、アザミよ、いい隊長に巡り会えたな。うん、神山清十郎殿、これからもアザミをよろしくお願いいたす。はい、精一杯アザミを守ります。やるぞ。棟梁も。いい、写真はすかん。わしのことはいいから、ほれ行ってこい。うん、忍ぶも忍ばぬも忍者次第、思いのままに突き進め。それじゃあみんな用意はいい？せーの、勝利の坊主決め。写真はスカンとか言ってしっかり入ってるじゃないですか。ほっ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 、まあ良いではないか。まさか農夫というのも真っ赤な嘘で、実は本物の忍者だったなんて。まったく、どこまでが嘘でどこからが本当なんだか。忍者の言葉を簡単に信じる方が悪い。そうきますか。じゃがあんたは自分が信じるべきものが分かっておる。大した隊長さんじゃよ。のう、アザミ。清十郎。ん？清十郎のおかげでアザミは本物になれた。ありがとう、すごく嬉しい。それと大好きだよ、清十郎。今までありがとう。絶対に忘れないよ。なんだ今の衝撃は。帝撃が燃えてる。あれは人。放火方針。
帝劇を守れなくてすみません。夜叉を止めることができませんでした。いえ、みんなが無事でよかったわ。被害状況は？格納庫の一部がかなり破壊されましたが、整備機能などは無事です。格納庫？夜叉はどうやって侵入したんです？正面玄関から堂々と入ってきて、格納庫にまっすぐ向かってったみたいや。そんなバカな。昇降機の扉には暗号が設定されている。無理に侵入するのは不可能だ。そうですよね。扉の暗号は解除されていました。すべて正しい手順で。なんだって？つまり夜叉は暗号を知っていたということです。何らかの手段で入手したのか、それとも内部にスパイが潜んでいるのか。スパイ？帝劇にスパイなんていない。俺はみんなを信じている。俺たちは命を懸けて共に戦う仲間なんだぞ。そうね、私も同じ気持ちよ。ただ夜叉がなぜ暗号を知っていたのか、調査を続ける必要はありますわね。まあいいわ。他に被害は？さくらちゃんの無限が破壊されました。修理することは不可能です。え？そんな。もうすぐ完成だったのに。そうなんだ。三色鉱部は私を守って壊れちゃった。無限ももうない。私の戦う力はもうないんだ。さくら、私の夢は新宮寺さんのようになることで、でもその新宮寺さんが夜叉が敵で。さくら、顔が真っ青だぜ。おい、大丈夫か？話して！さくら。戦うための力も、憧れも、全部なくしちゃった。私の目指してきたものは、夢は、どこにあるのかな？私、もう戦えないよ。おいおい、こんなところで何やってんだ。ったく、どいつもこいつも大変で、どんな時でも目見開いて前に進む、それがお前の強さだろうが。こうなったら私が直接言って目覚まさせてやる。次回、新桜大戦、桜の秘境、大正桜にロマンの嵐。これが